か。足りねえな。無理言わないでください。この箱だとこれ以上入りませんよ。贅沢言わないの。ありがたい話じゃない。ありがたい。入場規制かかるくらいじゃないと意味ないだろ。まあそれもそうだけど、正直まだまだ足りないよね。もっと集客を増やす策はあるんですか？ない。いい音楽を作る、それだけだ。相変わらずだね。俺の音楽で俺たちを証明する。はじゅんくん、一緒に写真撮ってもらってもいいですか？あ、私出てる雑誌全部持ってて。そうなんだ、嬉しいな。それじゃあ今夜は君の夢にも出してもらおうかな。今日は楽しんでいってね、トバよ。さすが微笑みの貴公子さん。これも処世術ですよ。そういうもんなんだ。あ、ごめん、お花摘みに行ってくるから先ビップ行ってて。ああ。僕も行ってきます。お姉さん行けてんじゃん。ねえねえお姉さん、そっちは男用のトイレだけどどうしたの？もしかして寂しくて我慢できないのか？まだ僕のこと知らないおバカさんがいるんだ。ちょっと遊んであげようかな。もしそうだったらどうしてくれるの、お兄さん？それじゃあ俺とさ。そこまでです。なんだよてめえ、今せっかく。ちょっとハジュン。アン、こんなのと遊んでないで行きますよ。なんだとてめえ、おい、口の利き方に何か。凡人風情が相手できる子ではないんですよ。もういいじゃない、ちょっとからかってあげただけ。なんか冷めちゃった。さあ行こう。の、ごめんなさい、大丈夫ですか？はあ、ほんとよくさっきのやりとりからその笑顔がすぐ出るよね。遅かったな、どこに行ってたんだ？ええ、またアンが酔っ払いにナンパされてまして。ったく、そういう時くらいおとなしく帰ってこいよな。ただでさえ勘違いされやすいんだから。は？それがなんだっていうの？僕は僕なりに行きたいだけっていつも言ってんでしょ。悪かったよ。だいたいアレンさ、あんたは音楽のこと以外。はいはい、喧嘩はその辺でおしまいです。ねえ、なんか落ちた。ああ、すみません。なんだそれ、なんかの手紙か？なんでしょうか、僕たち宛てのようですが、こんなものいつ。で、中身は？ファンレター？テロ予告？おいハジ、それ見せてくれ。どうしたの、ゲストを変えて。元カノとのヤバい写真でも入ってた？パラドックス。アレン、今なんて？クラブパラドックス。パラドックスって、あのパラドックス？ああ、現役ラッパーなら知らない奴はいない。今から10年前、世界で初めて現役ライブが行われた場所。パラドックスなくして、今のヒップホップシーンは語れない。今でも語り継がれ、伝説の MC チームブライカンのホームですよね。100万回は聞きました。ハジュン、これを言い忘れてる。いつか絶対ブライカンを超えてやる。もうね、1年足らずで世界各国のヒットチャートを独占、総売上枚数は20億枚以上。現役ライブの原点にして頂点なんだ。俺たちが超えなきゃいけない存在だ。それで、そのパラドックスが僕たちに何の用？そもそも本物かも怪しいですけどね。面白いじゃない。とりあえず中を見てみようよ。インビテーション、招待状ですか。他にも紙が入ってるみたい、読んでみよう。なるほどな。まあ要するに、
今のシーンで最強のチームを決めるイベントを開催するってことか。へえ、面白いじゃないですか。ああ、実現すればの話だけどな。そうですね。パラドックスは10年前ブライカンの引退と同時に消えた箱だ。チームが消えるってのはわかるけど、なんでパラドックスは消えちゃったんだっけ？それは俺もわからない。一晩のうちに跡形もなく消えたんだ。なおさらうさんくさくなってきましたね。その招待状は冷やかしかいたずらの類でしょう。何の目的かは知らないが、パラドックスの名前を出すなんていい度胸してやがる。何これ、どういうこと？アン、どうかしましたか？見てこれ。ん？これは。Everybody let it bang. Oh, oh, oh. BAE gonna blow your brain.